皆さんこんにちは。このようにコロナ禍であっても皆さんと時間を共有できることに感謝しています。まず簡単な自己紹介をします。私の名前は宮城志信と申します。現在グアムで医師として働いています。趣味はトライアスロンとサッカーです。グアムは年中暖かいところで冬である今でも T シャツで過ごせています。海がとても綺麗で沖縄で育った自分にとってはとても魅力的な場所です。 さらに住んでいる人々はとても明るくフレンドリーで他人であってもまるで家族の一員のように優しくしてくれるところもグアムの魅力だと感じていますまたグアムは伝道がしやすい場所ですカトリック教徒が島の70%を占めているためほとんどの人がキリスト教に面識があり聖書の御言葉をシェアすることができますその楽園のようなグアムも新型コロナウイルスの影響で生活がガラッと変わってしまいました 観光客で賑わっていた街は人通りが減り、とても静かになりました。その影響でイベントもなくなり、多くのお店が閉店し、街全体が寂しくなりました。外出が禁止され、医療体制が整っていないため、医療崩壊が起こると懸念され、人々の心は恐怖で満たされました。以前あった親密な人のつながりが急激に減り、うつやパニック症候群になってしまう人も多くいました。 私は医療で働く者として覚悟を決め少々の不安はありましたが未知の病気と闘うことにしました私が感染源となり家族にうつしてしまうことを恐れ妻と子供は沖縄に少しの間避難させることにして私はグアムに残り働きました先ほども申し上げましたが日本やアメリカほど医療が整っていないグアムではコロナとの戦いはすざまじいものでした 重症患者で病院のベッドはすぐにいっぱいになりました私の働く診療所ではテントを外に設置しそこで検査や診療を始めました常夏のグアムはかなり熱くその上防具服を着ていましたのでとても過酷でした医療スタッフの日射病にも最善の注意を払わなくてはいけませんでした日頃スポーツで鍛えている私であっても体力の限界を感じることが何度もありました 一日中働いて、夜家に帰って寝て、そして朝新郎場へ向かう。それを繰り返すだけの生活をしていました。食事面では近所の人や教会員に助けられたのと、計画性のある妻がたくさんの食事を用意してくれて、食材や日常品を揃えてくれたために大丈夫でしたが、今思うと本当に大変でした。さて、体だけなら休めばどうにかなりますが、問題は精神面でした。 自分もいつかコロナにかかってしまうかもしれないとかもうこのまま家族に会えないかもしれないと不安を抱えながら仕事をしていました医者である私すら頭を悩ませていたのですから患者さんたちはもっと不安だったと思います世界中が将来への不安を抱いた時期だったのではないかと思います私の働く診療所にマルセラという女性がいました彼女の口癖は 私はイエス様の約束する永遠の命を知っているから、たとえ何が起ころうとも大丈夫。私はいつ死んでもいいし、準備はできているというものでした。とても明るく、周りの人を一瞬で笑顔にしてしまうような陽気な女性でした。その彼女はコロナにかかってしまい、長い間入院してしまいました。呼吸することも困難で、苦しみの中にいたはずの彼女は、 ベッドに横に横ななりながらも神様を賛美していたようです。残念ながら昨年の11月彼女は帰らぬ人になってしまいましたお葬式には大勢の人が集まりましたが驚くことに彼女の家族が悲しい顔をしていませんでした私は大丈夫いつ死んでもいいのよという彼女の口癖が家族に希望を与えていたからです彼女が入院している間彼女の旦那さんがイエス様を受け入れたようです そして孫二人もバプテスマを受けたいと聖書の勉強を始めたことを後日耳にしました。このパンデミックを経験し、私は多くのことを学びました。人種、性別、年齢、生まれ育った場所などが違っていても、私たち人間は恐れや悩み、悲しみや痛みを経験するということです。若者には若者なりの恐れがあり、 年配者には年配者なりの恐れがあるということでしょう。将来への不安は誰にでもあるはずです。皆さんは不安や恐れを感じたとき、どう対処していますか私はおじいちゃんおばあちゃん、そして両親もクリスチャンという家庭で育ちました。毎週教会に通い、家庭礼拝をしながら生まれ育ちました。そのような恵まれた環境で生まれ育ったのですが、 一つだけとても忘れていたことがありました。それは寝ることでした。私は無遊病という睡眠障害がありました。怖い夢を見て夜中に歩き回ったり叫んだりしていたのです。無遊病は深い睡眠中、意識がないまま動き回ってしまうことが特徴です。危険が伴ったり家族や他人に迷惑をかけてしまうため、私は今日は無事に朝まで眠れるかな と日が暮れる時間になるたびに気が重くなったことを覚えています年を重ねるにつれ徐々に有病の症状は出なくなりましたが今度は勉強のストレスで不眠症になりました特に医学部の試験前などは眠れなくて苦労しました研修医になってからもストレスを感じると眠れない夜が続きました患者さんが亡くなるたびにショックで眠れなくなることもよくありました 皆さんは恐れ不安に直面した時どう向き合っていますか先ほども同じ質問を投げかけてみましたがどうでしょうか人生において何もかもがうまくいかず先が見えない時皆さんはそれをどのように解決しているでしょうか私の中であることをきっかけにその質問に対して答えが出ましたそれは医学部の最後の年に研修で南アフリカの真ん中に位置する レソト共和国に行った時のことです。そこは標高が高いためとても涼しく草木が生え茂る美しい国でした。目の前に広がる山々に虹がかかり澄み渡る夜空には星が今まで見たことないほど輝いていたりと本当に素敵な場所でした。そこは以前アフリカでは一番の長寿国でした。しかし HIV が入ってきたために 今では世界で3番目に HIV が多い国となってしまいました。働き盛りの20代から40代の大人が大勢亡くなったため、孤児が増えました。私の働いていた病院でも、HIV の合併症で多くの患者さんが亡くなりました。女の子、孤児、たくさんの子供が日に日に弱くなっていき、最後には意識が朦朧とし始め、亡くなるので、 私はあまりにも悲しい現実にショックを受けました。その中で私の担当していたある女の子のことが印象に残りました。彼女はお父さんもお母さんも HIV で亡くし、孤児として過ごしていましたが、ついに彼女も HIV の合併症で病院に運ばれてきました。病院に運ばれた時にはすでに手遅れで、 亡くなってしまうのですが、彼女が最後に語った言葉が私にとってとても印象に残りました。息ができないほど苦しいのに、看護婦さんが彼女に大丈夫ですかと聞くと、大丈夫。私は大丈夫。私はイエス様を知っているから。と落ち着いた様子で答えたのです。私はその時、 自分も果たしてこの少女のような状態になった時に自信を持って私はイエス様を知っているから大丈夫と言えるのだろうかと思いました。そしてこの少女のようにイエス様がいるから何があったとしても大丈夫と言えるような絶対的な安心感が自分にも欲しいと願うようになりました。皆さんは嵐が荒れ狂う中 イエス様が眠っていた話をご存知ですか嵐の中、船が沈まないように必死で何とかしようとしている弟子が眠っているイエス様を発見し助けを求めるというお話です。その時、嵐が荒れ狂う中、イエス様はどうして眠ることができたのでしょうか単に眠りが深かっただけなのでしょうか私は違うと思います。 イエス様は父なる神がすべてを良いようにしてくださる、導いてくださるという確証があったからこそ恐れや不安を抱くことなく体を休めていたのだと思います。人生の荒波は私たちの周りに常にあります。もしかしたらこの証を聞いている人で人生の荒波をまさに今経験している人がいるかもしれません。 また今は大丈夫でもこれから何度も嵐を体験するかもしれません。しかし、そのような時こそ神様を信じ全てを任せましょう。ただ純粋に疑うことなくどんなことがあっても神様を信じましょう。そして信じ続けましょう。そうすることによって愛に満ちた私たちの神様は私たちに平安を約束してくださいます。 私がアフリカで出会った少女のように、またマルセラが口癖のように語っていたように、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。と、詩幣23編の4節にあるように、私たちが言うことができるように日々過ごしましょう。そして祈りましょう。そして毎日聖書を読み、 神様と時間を過ごすことで永遠の命を与えてくださる神を知ることになりますように。どうぞこれからも力強い全能の神様が皆さんと共におられますように。つたない証ですが皆さんとシェアできたことを心から感謝しています。お祈りいたします。天の優しい神様、こうしてオンラインで皆さんに証をシェアできたことを感謝します。今の時代、またこれからの時代も いろいろ大変なことがあると思いますでも私たちには神様がついておられるっていう強い信仰を持って私たちが生きていきますようにしてくださいすべてを感謝してイエスキリストのメリによってお祈りいたしますアーメンご視聴ありがとうございましたお話はいかがでしたかもしも皆様の心に何か響くものがありましたら ぜひともこの YouTube リンクを皆様の Facebook や Twitter などでシェアしてくださいお友達やご家族にこの YouTube リンクのご紹介してくださればものすごく嬉しいですよろしくお願いいたします神様の豊かな祝福が皆様の上に今後ともありますようにお祈りしています God bless you and bless